ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの青野ってやつに、うちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生がまとりされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一つぼをかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。浜野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセレナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？おい待て、キリュウ。おめえ
どうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。いらっしゃいませ。ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェ・カミアです。ドルチェ・カミアのおはがき
チェ。今回のお便りは、いやいや、コングラチュレーション。なに？あ、何？え？いや。おい。はい。はい。はあ？
おお、おい、お兄さん、一杯飲んでって。機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、今回のお便りは、See you next time。気に入らねえ。邪魔だ。
っと。ああ何？おい。
何？
ャビンジャリン稼ぐぜ。皆様ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは See you next time。いらっしゃいませ。気に食わねえ。なんだ。
ウトするレーサーが多いのがこのコース。みんな対策はしてるかな？このコースの主役はなんといっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。立ちはだかるライバルはなんとポケサーでの勝率8割。これは強敵だ。注目のカズマくんは黄色レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。レーキだぞ。するレーサーが多いのがこのコース。みんな対策はしてるかな？このコースの主役はなんといっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。地元では負け知らずだったらしい挑戦者。カムロ町でも勝ち続けられるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。レディーゴー。少し出遅れたか。スロットルだ。キャプテンへのブーストだ。飛び出しそうだ。すごい挙動でレースで戻る。そのまま行けよ。足元を吸われるなよ。
何が起こるかわからないのがポケサーだ。超シャロカスタマイズが光っている。会長会長、嵐の前の行けるぞ。足元を救われるなよ。強いぞ。彼女に揺れるさない。カズマ君、ストップボタンを明け渡してしまった。あっと、ここでカズマ君のマシンが順位に落ちる。なかなかやるな。嵐の前の静けさなのか。まだこれからや。みんなのカスタマイズが光った。あっと、カズマ君のマシンが抜かれてしまった。レースも後半戦に突入。そろそろ今日ですか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。なかなかやるな。ポケサーなら警告以上も大歓迎だぜ。なかなかやるな。いけるぞ。足元を救われるなよ。気が抜けないレースが続いている。そのまま行けよ。侮れないジグザグゾーン。調子いいな。そろそろ今日ですか。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。まだ終わらない。何が起こるかわからないのがポケサーだ。そのまま行けよ。みんなのカスタマイズが光っている。なかなかやるな。いよいよファイナルラップだ。やってしまった。こんなはずでは。忍び隊遅れとなり無念のリプ。勝者はご覧の通りだ。ねえねえ、ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。カズマ君の相手は最近ポケットサーキットを始めたばかりというタクマ君だ。フレッシュな戦いを制するのはどっちだ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマ君だ。それではレースを開始するぜ。ゴー！勢いよく飛び出した！早いな。何が起こるかわからないのがポケサーだ！いけるぞ！足元を救われるなよ！強いぞ！あの水が許さない！レースも後半戦に突入！ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ！スロットルだ。アクセル全開。あーっと体勢が崩れている。
き一之助。俺の勝ちだ。いや、いらっしゃいませ。ありがとうございました。何？